皆さんこんばんは。今日はですね、水道管尺八というこういった楽器があるんですけれども、ね、水道管って言われる理由はですね、塩ビのパイプでできてるんですよ。こういった形で水道管に使われるような塩ビのパイプでできた一尺六寸のこういうね尺八があります。で、私の生徒さんはですね、本物の竹の尺八にですね、入る前にこちらで吹き方ね、音の出し方とか、指使いを覚えてからですね、移行する形をとっております。ね、一見このパイプでできて、あまりね、見た目がよろしくないのでね、ちょっとかっこ悪いって思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、実はね、このパイプ、単なるね、パイプのようですけれども、割とね、楽しい、曲、いろんな曲が吹けるということを今日はですね、皆さんにも知っていただきたくてですね、1973年のかぐや姫さんがね、お歌いになった神田川という曲をですね、演奏してみたいと思います。3畳一間のね、ボロアパート、風呂なしでですね、暮らした経験のある方もね、いるのではないでしょうか。そんなね、昭和的な思い出にね、どっぷり浸っていただけたらと思います。それでは神田川です。Thank you.